ベラー弦楽四重相談は、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の第一、バイオリン奏者で後に、コンサートマスターとなるワルター・ベラーが中心となり、同じく、ウィーンフィルの未来の、あるいは、現役の学院である、ヨーゼフ・コンドール、ヘルム・ートバイス、ベルナー・レイゼルによって1959年に、組織された、弦楽四重相談である。同年に開催されたミュンヘン国際室。 内学コンクールで優勝した。後に、第二バイオリンがアルフレード・シュタールに、チェロがルート・ビヒ・バインルに交代し、1964年からデッカに録音を開始した。1966年から1967年の間にはチェロがロベルト・シャイ・バインに交代し、1971年頃まで活動を続けた。ウィーンの弦楽始終相談らしく、ハイドーン。 モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、ブラームスにおいて、ウィーンの伝統を伝える、しなやかできめ細やかな、センスあふれる演奏を残している。活動期間は短く、1969年に、ベラーの指揮者転向により解散してしまったため、残された録音は少ないが、いまだに CD の再発売が繰り返されている。ウィーンフィルを母体とするアンサンブルは、無数にあると言われる。 その中でも、弦楽四重相談では、歴代のコンサートマスターが率いる、ロゼ弦楽四重相談、シュナイダー半弦楽四重相談、バリリ四重相談、そして、コンサートマスター以外の学員による、ウィーンコンチェルトハウス弦楽四重相談は、ウィーンフィルの最高峰であるとともに、世界の弦楽四重相談の最高峰とも言われた。いずれも、ウィーンの伝統である、 ハウスムジークの親密さを根に持ち、ベラー弦楽四重相談も、その伝統を引き継ぎつつも、みずみずしく古さを感じさせない演奏で、期待を集めた存在であった。しかしこの伝統は、ベラー弦楽四重相談を最後に終わってしまったと、言われる。アルバンベルク弦楽四重相談は、ウィーンを母体にしながらも、現代を音楽に、積極的に取り組むなど、別の方向性を取り込んでいる。 ベルハルト・ヘッツルや、ライナー・キュッヒルラ、ウィーン・フィルのコンサートマスターの後任も、ベラーとは、また違った新しい方向性を取り込んでいる。さらに、アメリカのジュリアード弦楽四重相談のように、高度に精密なアンサンブルを行い、現代音楽を得意とする団体の台頭により、ウィーン・フィルのコンサートマスターが率いる団体は、世界最高の団体のうちの一つ、少なくとも、 ウィーンでは最高峰であるという伝統は失われてしまったと言われる。主催者、ワルター・ベラは、1958年にわずか19歳で、ウィーン・フィルに入団し、翌1959年に、若干20歳で、ミュンヘン国際音楽コンクールで優勝すると、このベラー弦楽始終相談を結成している。なお、ウィーン・フィルに入団当初、ウィーン・コンチェルトハウス弦楽四重相談で、 第二バイオリンを弾くなど、室内楽の経験を積んでいる。ベラー弦楽四重相談が名声を得始める時期は、ちょうどバリリ四重相談が、ワルター・バリリの右肘の故障により解散する時期でも、あり、世界の音楽ファンの期待を集めた。しかし1969年、30歳の時に、ベラーは指揮者に転身してしまう。これは、ウィンの人間にとって、 大変に評判の悪い事件であった。団員の中には楽な音楽人生を送るために練習しなくても良い指揮者に転身したという者も,もおり、この転身はウィーン音楽界のお点であるとさえ言われる。指揮者は他に多くいるが、ベーラーのような名手は滅多にいないからである。ありがとうございます。